ゆうと先生のおすすめアイス紹介。はい、こんばんは。こんばんは、ゆうと先生です。トレトーカーの続きね、2回目。前回の動画見てない人は見とって。で、今日は前回描いたこの狂気じみた馬、カンパネオです。これね、この絵を元に、で、背景描くんやけど、ペンキで塗るっちゃけど、ペンキがいきなりポーンってここに出てきても意味わからんけ、ペンキを取るっていうシーンから取るね。この中にね、画材がいっぱい入っとっちゃけど、その中のペンキを取るっていうシーンを今から取るけん。開ける、開ける、ペンキを取る、ペンキを取る。今、手に取ったペンキをここにバーンって置くっちゃけど、このバーンって置いた時に、置いて、こっちの手をこのカメラのレンズを通るようにする。はい、じゃあこれから背景塗っていくよ。これが参考やけんね。全然参考にならん。カンパネオくんね。カンパネオです。こんな絵になりそうで怖いわ。で、この今から背景塗るのも3カメで撮るけん、このカメラをこっちに写す。カンパネラのピアノの曲を作ったフランツ・リストって人がドイツ育ちやけん、背景はドイツっぽいカラーで。じゃあ塗ってくよ。筆取って突っ込む、それっぽい位置に。はい、じゃあ塗ります。こういうのはもう適当で大丈夫。間違ったらさ、白に塗ってしまえばいいっちゃけん、そのために白に白で塗っとんやけん。で、俺ポイフル好きやけん、ここにポイフルみたいのを入れとこう。ポイフルの美味しいピンクいやつね。で、次が黄色。黄色っつってもなんか蛍光っぽい黄色ね。あの、釣り人は歯が強いけん、何でも切れる。全然ドイツ感ないし、やっぱ赤はいるね。うわ、ポイフル邪魔やな。ポイフルがバリ邪魔。まあいいや、まあ、こんな感じ。ポイフルミスったね。はい、まあ、今日はこの辺で、次緑と青を塗ろうと思った。で、今回学んだことは、やっぱ赤を入れんとドイツ感は出らんねん。もう全然ドイツ関係ないもん、背景はドイツっぽいカラーで。だけどもうドイツ感を出すっていうのはもうやめよう。で、そのポイフルもすげえ邪魔やし。まあ2色塗っただけやったらさ、物足りんやろうけん。前回の自画像の時にさ、もうみんなが楽しみにしとったあの大人気コーナーをやろうかなと思って。ゆうと先生のおすすめアイス紹介。何と思ったやろ。あのね、血液検査したんや。血液検査したらさ、中性脂肪が390もあるんよ。基準値の3倍から4倍って言われて。だけもう食生活を見直せって医者に言われたけん、アイス紹介ができんくなってしまった。186センチの70キロぴったりなんやけど、これで中性脂肪が390。何それ。アイスもう食べれんくなってしまった。だけちょっとね、今食生活の改善をやりよっちゃけど、ちょっと持ってくるよ。いいのがある。これブドウとブルーベリーの酢。これね、クソうまいとって。お酢よ、お酢。お酢とかさ、今まで全く興味なかったっちゃけどさ、うめえよ、これ。食欲増進って書いとっちゃけど。中性脂肪を抑えない関係にさ、食欲増進しとる場合じゃないっちゃけど。フルーツビネガー。まあいいや。じゃあ、さよなら。